マークス・スチュワート・アップルは、アメリカが州国テキサス州ヒューストン出身の、プロ野球選手、ウトウミギウチ。MLB のフィラデルフィア・フィリーズ参加所属。2009年の MLB ドラフト15巡目で、デトロイト・タイガースから指名されたが、契約には至らず、スタンフォード大学へ進学した。2012年の MLB ドラフト1巡目で、ピッツバーグ・パイレーツから指名されたが、 契約には至らなかった。2013年は14試合に登板して10勝4敗、防御率2.12だった。6月12日にはベースボールアメリカの2013カレッジオールアメリカチームのセカンドチームに選出された。同日には NCEV の2013オールアメリカチームに選出された。2013年の MLB ドラフト一巡目で、 ヒューストンアストロズから指名され、6月19日に635万ドルの契約金で契約した。同年は A マイナス9トリシティバレーキャッツで2試合に登板した、あと7月に A 級クアッドシティリバーバンディッツへ昇格。8試合に先発登板して3勝1敗、防御率3.8227奪三振の成績を残した。 2015年12月12日に、ジョナソン・アラウス、ケン・ジャイルズとのトレードで、ブレッド・オーバー・ホルザー、ハロルド・アラウス、ビンセント・ベラスケス、トーマス・エシェールマンと共にフィラデルフィア・フィリーズへ移籍した。2016年は、参加のトリプル A 級、リーハイ・バレー・アイアン・ピックスでプレーし、8試合に、先発登板して3勝3敗。 防御率4.46ホイップ1.5734脱三振の成績を残した。11月18日には、ルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。2017年は、ルーキー級、ガルフコーストリーグフィリーズとトリプル A 級リーファイバレーでプレーし、2球団合計で19試合に登板して5勝4敗、防御率5.14ホイップ1.7460。 脱三振の成績を残した。オフの11月20日にリーフとなり27日に40人枠外となった。2018年2月1日26歳で現役引退を表明した。MLB ドラフト全体1位指名でメジャー未昇格のまま引退は史上3例目となった。2021年に現役復帰した。 参加 AA 級レディングファイティンフィルズで開幕を迎えた。5月8日に先発登板し、2017年以来の実戦登板を果たした。ありがとうございます。